セッツは海上保安庁のヘリコプター1機搭載型巡視船、津軽型巡視船の6番線にあたる。選手記号は当初は他の大型巡視船と同じ PL とされていたが、後に PLH に変更された。また、交渉線形も当初は単にヘリコプター搭載型と称されていたが、2機搭載の水穂型の出現によってヘリコプター1機搭載型となった。 1984年9月27日に竣工し、横浜海上保安部に配属された。船名は、摂津国に由来する。その後、1986年3月3日には、神戸海上保安部に配属が得となった。2009年7月3日、和歌山県白浜町の南西、約29キロの紀伊水道で、神戸海上保安部所属の巡視船、摂津が、 全部甲板にある35ミリ機関砲の射撃訓練を行ったところ、衝撃で砲身が吹き飛んで海中に落下した。乗組員約40人に怪我はなかった。神戸海上保安部の発表によると、摂津は20ミリ機関砲の訓練を終え、35ミリ機関砲を右舷に向け一発発射した直後、砲身が外れたという。砲身はねじって砲にはめ込む仕組みになっており、 常時取り付けられている。訓練前の点検でも異常はなかったという。その後、2019年より延命、機能工場工事に入り、2020年10月1日に、観光、任務に復帰している。ありがとうございます。